はい、こんばんは、お茶です。今回はですね、荒野行動1周年記念のイベントがですね、先に PC 版の方で先行リリースされたということで、今自宅で撮ってます。マイクと一層ちょっと声が汚くなってるんですが、ご了承ください。というわけで早速、情報を見ていきましょう。今日はちょっとトークメインの動画になります。さあ、これですね、荒野行動1歳です。1年間ご支持いただき誠にありがとうございます。プレイヤーの皆様に感謝の意を表すため、周年キャンペーンを行うことになりました。豪華報酬盛りだくさん、さらに現金賞も獲得するチャンスがありますということで、一応こちら11月1日にスマホ版が実装されるんじゃないかということなんですが、ちょっとまだ詳細わかんないですね。さあ、現金お年玉感謝祭、11月2日、3日からあとは8日、9日、現金お年玉拾い開始と、これは以前もありましたけど、換金できるお年玉が置いてるという感じなんですかね。だからちょっと換金のハードルが高いんで、ここはちょっと期待できないですけど、次行きましょう。さあ、感謝祭周年メモリー、周年キャンペーン期間において毎日応援して活躍値を集めることで周年メモリーを少しずつ解放することができます。荒野の精鋭の皆様がこの1年間で荒野行動で過ごした楽しい時間を解雇します。毎日応援してプレゼントがもらえますと。これ、限定衣装かなんかがもらえるみたいですね。こちらも結構応援っていう、毎日ログインみたいな形でもらえるやつだと思います。はい、そして感謝祭イベントミッション、周年キャンペーン期間において毎日ミッションをクリアすると大量の1周年記念コインがもらえます。1周年記念コインを周年記念衣装、ワンダーセンチュリーなどアイテムと交換できますと。絶版衣装を見逃しなくということで、今回1周年記念の限定衣装等々が実装されているということみたいです。さあ、そしてこちらオンライン抽選8日から14日、こちらちょっとスマホ版と PC 版でもしかしたら異なるかもしれないんですけど、抽選活動を自動で参加します。現金賞の当たるラッキープレイヤーはあなたかも。これが結構ですね、めちゃくちゃすごい抽選をしてるらしくて、夜に8日から14日の時は夜にできるだけオンラインで行った方がいいよという感じなんでしょうかね。はい、そしてフレンド召喚、周年キャンペーン期間において新プレイヤーあるいは一定時間内にログインしていない旧プレイヤーを成功に招待すると両方とも現金お年玉がもらえますと。で、付属ボーナスももらえますと。はい、そしてその他なんですが、毎日初回10連ガチャに割引券を使用することができるということなんですが、これは無課金には関係ないかな。で、チャージでプレゼント、こちらもですね、金貨を買うときに付属ボーナスがついてくるよということなんですが、こちらも無課金には関係ないかなという感じです。はい、そして記念スキン、乗り物スキン、重機スキン、飛行服、パラシュートなどの記念スキンは周年期間においてのみ購入できる。限定衣装が出ますよということですね。そして誕生日ケーキ、感謝祭イベント期間においてゲーム内のスポーツドリンクは誕生日ケーキの形になりますと。はい、そんな感じですね。お祝いしてますよという感じですかね。はい、そしてイベントを追加されております。ゾンビ感染領域。こちら、ゾンビ VS 人間っていう感じのモードなんですが、ゾンビには特別な能力を用い、例えば無限復活、暗視、追跡、特別なアイテムも使用できます。人間は武器を集めて、昼夜が交代している中、ゾンビによる恐ろしい吸収を仕留めなければならないと。簡単に言うと、まず人間側がいて、そこから人間が死ぬとゾンビになってっていう形みたいなんですけど、後でちょっと見ていきましょう。さあ、そしてユニフォーム共有、こちらチームリーダーはユニフォームとした衣装をメンバーにシェアすることができる。ユニフォームはチームにいるときのみ使用できる。チーム解散あるいはメンバーが離脱すればなくなるということで、衣装が共有できるのか、あるいはクラン内のユニフォームが共有できるのか、これちょっとまだわからないですけど、もしかしたら衣装が共有できる可能性もありますよね。さあ、そしてゲームの改善、こちらなんですが、一番でかいのが、小銃の銃弾 7.62 の重量を 0.75 から 0.65 に調整しましたということで、以前から、5mm の場合は 0.5 なんですが、これ 0.75 っていうのが結構重くてバックパックパンパンになるよって人が多かったので、7mm より一層持ちやすくなるというのは個人的には嬉しいですね。はい、そしてバグ修正、こちら12項目あるんですが、個人的にマップ、パラシュートから降りた瞬間にいきなり落下する現象と、あとリロードバグを早く直してほしいですね。こちらちょっと直ってないみたいなんですが、とりあえず1周年記念が今回メインということで、早速見ていきましょう。素晴らしい。さあ、こちらですね、左側の1周年キャンペーン。おい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 、すごいね。これか。ちょっとこれ、詳細見ていきますか。皆様の応援により全サーバーの大事件が、まあまあこれ翻訳ミスだろうな。これが一応右にあるのが、1周年記念の衣装か。なんやかんや、あ、これ永久なんすね。これは結構嬉しいかもな。で、応援ボーナスとしてヒーローセンチュリー。まあこちらは7日間限定の付与っていう感じなんでしょうけど、これ欲しいっすね、普通に。応援ちょっとしてみますか。はい。で、時間内に素早くタッチ。え？どういうこと？はい。おー、なるほど。これなんか、関係あるんですかね。ちょっとわかんないけど。あ、ゲットできた。早っ。これもしかしたらタッチ数次第では応援が失敗するのかな。ごめんなさい、ちょっとよくわかんないんですが。あ、歴史出てきた。はい。うるせえな。ちょっと戻りますか。さあ。で、絶版衣装。あー、なるほど。今回の1周年記念のイベントなんですが、こちらが一応メインになるのかなっていう感じで、まずは現金お年玉。こちらがですね、ちょっと通貨の単位もよくわかんない CNY っていうやつなんですが、これを貯めて、まあ、日本円でも換金できるみたいな話を聞いたんですけどね。まあ、とりあえずこれが現金お年玉という感じですね。さあ、続いて、これがさっきの荒野行動メモリー。7日間応援しましょうという感じですね。はい、続いて、チャージでプレゼント。はい、こちら先ほど説明してた通り、今回課金するとちょっとお得なガチャが引けたり、あとは、まあ、この9000円チャージとかだと、ガチャが6回付属で引けて、さらにバトルパス300、増えますよという感じなんでしょうか。ちょっとですね、エータが来た後にまたガチャ回していこうかなと思うんですけど、とりあえずこんな感じです。はい。さあ、続いてこちらのお得な交換。まあ、こちらのですね、1周年記念コインっていうのを集めると、いろんな衣装に変えれますよということで、まあ、これは死ぬほどいらないんですけど、これ、結構欲しいっすよね。これ多分無課金で全部手に入るやつなんで、どうなんでしょうね。限定で、イベントで獲得って書いてるんで、多分無課金で手に入るとは思うんですけどね。あら、いいじゃない。こういう感じで、オープンするとオレンジ色の乗り物スキン。いやー、これ嘘くせー。嘘くせーけど、これじゃない？どうなんだろう。あ、まあでもガチャだもんな、これどうせ。いや、多分嘘なんだろうけど、嘘っていうかまあ、でも欲しいっすね、この前期待機、先方版。普通にガチャって感じなんですかね。ガチャの箱って感じなんですかね。ちょっとわかんないけど。はい、こんなもんかな。これは多分、イベントで手に入るやつですね。さあ、続いて、こちら割引。あ、こちらですね。今回、一応目玉の商品といいますか、1周年記念出ております。はい、これですね。初心1周年記念という、これちょっと車種等々はまだわかんないんですけど、初心1だけじゃなく黒金のやつも出ますよと。まあ、これ1周年限定なので、ぜひ、入手してみてねという、まあ、くどいあれですな。で、多い、ブガッティ、ランボルギーニ、そしてフィールドクルーザー。まあ、これね、前言ってた通り、やっぱりここで、こういう、やっぱ、最近は、一気に包括されたやつで引いた方がお得っぽいですね。で、まあ、ほとんどの車、今まで出た車はほとんど出ます。進撃の巨人以外は全部出るんじゃないかな。こんな感じで、うん。まあ、これは、さすがに俺も、いっちゃうかな。ちょっと PC 版でガンガン回したいですね、先に。で、提供割合なんですが、本日初心1周年、おい、マジかよ。0.18% って熱くない ?0.18% って熱くない？これ高岸ぐらい出るよ。ほら、0.18% は熱いね。マジか。ちょっとこれ、後でやります。さあ、続いてフレンド召喚。こちらも言っていたやつですね。招待すると、まず周年記念コインと、前期待機、まあ、3日間ですね。まあ、こんな感じでどんどんもらえますよという感じなんですかね。まあ、5人招待でかなりいいとまあこれ復帰させるだけでもいいので、まあとりあえず招待しまくっとけばいいんじゃないかなって気はしますけどね。新プレイヤーじゃなくて復帰プレイヤーってのが具体的に何をもってして復帰プレイヤーかはちょっと分かんないんですけど、1ヶ月ログインしてないとかそういうのになるんですかね多分。即日11月21日まで、やってますよと、このイベントが。復帰プレイヤーは7日間以上ログインしてない旧プレイヤーのことですということで、あ、これ結構多いんじゃないかな、周りでも。5人だったら結構簡単にできたりするかもしんないですね。まあそんな感じで、今は22日までなので、ぜひやってみてくださいと。さあ、あとはこちらイベントミッション。あ、これですね。このイベントを達成していくことで、1周年記念コイン獲得できますよという感じなんですかね。結構これを見る限りでは、この100集めの結構厳しい条件、あるいは一応結構配んないのかな、ちょっとどうなのかな、どうなんですかね、運営さん。まあそんな感じで、これはとりあえずゲットしどくじゃないかなと思います。さあ、というわけで最後、オンライン抽選ということで、こちらが結構熱いんじゃないかなっていう、普通に抽選してくれるみたいで、11月8日から14日の夜8時、9時、10時に抽選を行います。オンラインプレイヤーの中でラッキープレイヤーを抽選します。オンラインのままにすると自動的に抽選活動に参加しますと。メールにて配布、1等の商品はこちらから連絡してから配布しますということで、当選者数は、全サーバーの総数、まあちょっとよくわかんないですけど、とりあえず1等5000元、まあこれ8万円ぐらいかな。1元だいたい16円とかだった気するんで、あ、これ5名当たるんだ、毎回。へえ。10時に発表のやつが毎回5名に当たると。ほうほうほう。そしてこちらの2等、初心1、10名。へえ。そして3等賞、ガチャ。あ、ガチャ5000名だから、結構当たるんじゃない？まあでも1回だからな。まあとにかく1等、2等だよね。当たった人、でも6回な、1週間チャンスあるから、まあ大体ここと5000元と、初心1だけで105名ぐらい当たるのか。100人ぐらいこれ当たるんだね。結構現実的な範囲内だね。8万円も結構現実的だね。さあ、そしてショップ見ていきましょう。こちらまず初心1の、まあこれ23日限定っていうのは23日限定でしか乗れないってわけじゃなくて、この23日間しかこのガチャで当たりませんよと。まあガチャの限定期間の話ですね。で、まあこれ豪華限定版。ほうほう、A4 ランク専属。ああ、これは多分あれですね。前回がブガッティの A4 ランクだったんですけど、今回こちらが当たると。まあ、初心1だ。いろんな人に当たるようになってんだね。まあ、これ課金者ランキング報酬ですね。で、これが普通のやつで。お？レッドブルだね、これ。てな感じですかね。一応上から、まあ、いつでも当たる初心1と、今回のガチャでしか当たらない初心1、そして、1ヶ月1週間の栄養値ランキングでしか当たらないこちらの初心1という感じです。さあ続いて、こちら、M4 の新重機追加されました。前期待機、僕は全くいらないんですよね、これ正直。進撃の巨人持ってるんで、スマホ版だと。まあこれは、なんかサプレッサーみたいなのついてないこれ。気のせいかな。これどう見てもサプレッサーなんですよね、ここにあるやつ。さあ、続いて衣装なんですが、こちらのワンダーセンチュリーなんですが、まずイベントでゲットできるので、課金はくれぐれも控えた方がいいんじゃないかなと。普通に無課金で多分手に入ります。はい、そしてこちらのヒーローセンチュリーなんですが、なんかお得なパックがあるらしくてですね、まあ、M4 と一緒に買って、まあ、大体8000円ぐらいですよということなんで、まあどうしても欲しい人は買ってもいいと思いますけどね。僕は買わないかな。はい、あとですね、こちら周年記念特典パックっていうのが無料で毎日引けるみたいですね。こちら毎日なので引いといた方がいいんじゃないかなと。直接使用で、まあ、こんな感じで毎日ダイヤがもらえますよということなんで、ぜひね、この機会にダイヤ溜め込んじゃってください。はい、そんな感じで、まあこちらの1周年のまあ、目玉はやっぱりこのまず衣装だったり、まあ、あとはオンライン抽選とか、まあ、課金のあれだったり、あとはまあ初心1とか、まあ、その辺の、まあ、結構配布周りになるんですかね。まあ、そんな感じでもうちょっとマップ、新マップまでは時間かかりそうですが、11月中あるいは12月には実装されるということで、まあ、期待して待ちましょう。11月21が結構気になってんですよね。俺もしかしたら22に来るんじゃねえかっていうのも個人的に思ってるんですが、まあその辺もちょっとまだわかんないですね。そんな感じでちょっと1周年記念、スマホ版だと11月1日におそらく来ると思うので、皆さん楽しみに待ちましょう。それではまたね。